ちは。こんにちは。さゆたかさん、はい、まあ、ルーキー今年活躍目立つという話しましたけど、若手は目立つな。今年すごくいいんですよ。いや、今年だけじゃない、去年からだもん。去年か。いやいや、特にさ、はい、ここ数年っていうかさ、はい、いいのがいるなぁ。いっぱいいますよね、いっぱいいる。で、どん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 そういう選手たちを、まあ、チームが使うというか、使いたくなるよね。なんかそういう入れ替わりの時期だったら使いたくなるような時期に来てるのかもしれないと思うんですが、うん、まあ、ルーキーではなく今度は若手選手で、豊さんがこの選手たちいいとか、例えばこの選手が出てきたらこのチームワンチャン優勝するぞみたいなキーを握る若手選手たち、今日。そうだな、うん、やっぱなんつってもさ、清宮、ね、いや、動画でさ何回もさ触れてるけど、あのホームラン、はい、あの形は素晴らしかったな、うん、あ、清宮できるじゃんって、この形が今まではずっと流れて打ってたんだけど、ピタッと止まってコマみたいに回転してホームランを打てたんだよ、うん、でバットの軌道も今年から変えてね、はい、少しこう煽るような感じで、それもピタッと決まったし、はい、だからああいうホームランを打てるんだから、あの形さえしっかり覚えれば、はい、あと焦りね。そうですね、追い込まれてからのフォークボールを振っちゃうとかさ、はい、ボール球を振っちゃうとか、はい、そういう焦りをなくしたら、はい、この子は打つなと思ったな。やっぱりその柳田選手と一緒に、うん、まあ、トレーニングをしたりとか、まあ、新庄監督だったりコーチの新しい環境でやってることが今シーズンハマりそうな感じなんですかね。だから清宮の変わったのはさ、うん、痩せただけかみたいな思われたと思うんだけど、うん、はい、やっぱ確実にあのホームランを見る限りでは良くなったし、うん、あれが継続してできるようにならなきゃプロとして飯は食えないけどね、うん、でもあの形さえ続ければ俺は素晴らしい選手になっていくと。じゃあ今シーズンこそというか、やっとなんかこう清宮選手の本来の強さっていうのが見られる年になりそう。誰って言った？清宮選手。興奮してんの？いや、やったなって。だから、ソフトバンクでやって柳田がいたから、はい、もう一回ちょっと確認をしたんじゃないの？フォームの。フォームの。いや、それでお前何やってんだって怒られたかもわかんないよね。あ、トレーニングしたことと、そうそう、お前全然できてねえじゃないかみたいな、そういう形で言われたのかもわからないけど、はい、でも形としては素晴らしい形で打ったな。おそらくね、プロ入って初めてじゃない、はい、あんな素晴らしいフォームで打ったの、はい、俺びっくりしたもん。あ、できるじゃんって。そうなんですね。そのぐらいやっぱ素晴らしいホームランだったな。今シーズンやっぱり4番でやっていくべきなんですか？いや、ビッグボスはそこまで要求はしてないよ、うん、多分ビッグボスはやっぱり4番という責任を与えた方がこの子はいいのかなっていうことを感じたかもわからない、ね、うん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 、だからまあこれから使い方っていうのはまあわからないけども、はい、でもその可能性は出てきたというか、あの形を見る限りで本人も少しホッとしてる部分がありますよね。そうだよ、みんなからギャン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 打てない、この動画でも言われてる。そうですね、このチャンネルでも、ね、はい、いやだけど今回だけは素晴らしいって褒めとく、うん、いやー本当ファンもみんな、あの形は素晴らしかった。そうですね、うん、だから何回見れるかな、あの形がな。いや、もうずっと見てたいですね。見てたいな。見させてくれないといけない選手ですよ ね、 そうだね、うん、だから清宮がそうだったら日本ハムの雰囲気も変わってくるだろうしね。そうですね、でもちろん日本ハムのこう上位進出の鍵を握ってる人選手でももちろんあるわけですし、まあ、もちろんそうだ、ね、でもそういう選手はたくさん日本ハムではいるよ。他はどうですか？例えば万波とかさ、万波のホームランを打った、はい、ね、うん、もうなんか代打で出てきた時なんかくる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 回ってあ、やっぱ先発外されるわなとか思ってたんだけど、はい、やっぱり一発の魅力を秘めてる選手だから、はい、すごいな。清宮は放物線をわーんと描いていく、万波は弾丸ライナーで入れていくっていうさ、うん、同じホームランでもやっぱ選手の質みたいなのが違って、うん、なんか魅力のある選手だよな、バネがあるわ。万波選手、そうです、まあ、身体能力もすごいですね、うん、じゃこの清宮選手、万波選手って、豊さん的に将来の日本ハムの何番を担う選手？いやいや、3番、4番だよ。万波選手、清宮選手って、うん、で今川の5番だよ。まあ、なんか形ができてきますよね、そうすると、うん、いやだから、いい選手をビッグボスがどうやって使っていくのかっていう、
ね、うん、だからいるよ選手は、ね、いるけど今年は、はいね、その土台作りだから、うん、それはまだ焦らなくてもいいと思うけど、はい、でも確実にあの他との勝負ができるぐらいの選手、はい、素材はいるということだ。逆に言うと例えば万波選手はこれからどんなことに注意点とか課題というか、だからね清宮も万波もそうなんだけど、はい、結局ね振らなきゃいけないと思ってるんだよね、うん、で相手はね清宮万波には打たれたくないんだよ、はい、だからボール球は確実に使ってくるんだよ、うん、そのボール球を我慢できるかどうか、うん、だから我慢ということ振らずにっていう、うんうん、だから選球眼ということなんだけどさ、はい、ただ彼らは打ちに行くから選球体、うん、打ちに行ってやめれるかどうか、バットを引けるかってことですね。そう、選球眼っていうのはこうやって見ててボールかストライクっていうのを見極めるんだけど、打ちに行ってっていうのはもう選球体なんだよ、はい、体がそれを覚えないとダメだという。だから相当な練習量を積まなきゃいけない、この2人は、うん、そう思う、うん、まあ課題ですけど、そこがねさらに加わってくるとよりパワーアップできる。パワーアップって安定してきたら怖いよ、うん、この選手たちは。そうですね。さあ他の若手選手、山崎、あ巨人の山崎より投手、はい、やっぱり非凡なものは持ってるね、うん、まあ、山崎は堀田もいるしさ、はい、同じようなタイプの直江もいるし、やっぱりいいよね、やっぱドラフト1だけのものはある、はい、うん、まあ、あの開幕3連戦の中で、ね、あの2日目に投げましたけど、いや、ね、思い切って使ってきたよな。そうなんですよ、うん、だからやっぱりそれだけいいものもあるんだよね、うん、だから魅力もあるしさ、はい、やっぱこのピッチャーも勝てるピッチャーになっていくだろうなと思う。赤星投手が、まあ、ドラフトルーキーでいますけれども、山崎投手、赤星投手両方ともまあタイプ違うと思うんですけど、どういう風に成長していきそうですか。赤星は駆け引きができる、はい、でも山崎っていうのは自分の形にはまっていけば勝てるピッチャー、自分の形にはまっていけば、うん、だから相手とかいうよりも自分のピッチングができれば勝てるようなピッチャー、はい、というのはやっぱりコントロールがまだ安定してないっていうかね、微妙なコントロールが、だから先行になった時にアイテムが少ない、まだ使える選手が、うん、だから簡単なものでいいんだよ。例えばカーブで絶対ストライクが取れる、うん、これができるのが赤星だ、うん、だけど山崎よりっていうのは、うん、なんかこう力でいきたがるというかさ、うん、まだそういうところがあるから、うん、まあ、そこら辺をもう少し勉強すれば必ず勝てる、うん、先発ローテの中の一人に、ね、入ってるわけなので、うん、ここもやっぱり巨人が楽しみだ、ね、上位に行くやっぱりきっかけの一人になってくるんだろうなと。はい、さあ誰行こうか、岡林、中日の岡林選手、なあ1、2番ですごかったですよ。いやいや、すごかった、何回も言うようだけど、はい、やっぱバッティングって、うん、結局ね、体を振っちゃいけないんだよ、はい、やっぱバットを振るんだよ、うんうん、そのバットを振ることがよくできる、うん、ただ速いピッチャーにはまだ体振るな、負けまいとして出ていっちゃうんですね、うん、だけど確実に成長したし、はい、これを継続していったらやっぱ3割バッターにはなれるよ、うん、びっくりしました。だから大島とか、はい、いい先輩がいるじゃん、ああいう風な形には持っていけるよ。そうですね、うん、で豊さん開幕前にあの岡林選手と大島選手1番2番どっちがいいかって話になった時に、岡林選手を1番の方が彼はやりやすいんじゃないかって言ってたのを立浪監督は2番に置いてきた、このあたりどう見ました。いや、これはね、うん、まだ信頼度がない。やっぱ用意ドンで大島を立たせた方が相手は嫌だよね。そうですね、絶対に嫌だよそれは岡林よりはまだ名前もあるし実績もあるし、うん、だからそこをこう岡林が本当に一番になってくると、うん、立浪監督が考えてる打線の完成形にはなってきそうな気がするんだよ。そこも今シーズンどうなっていくのかちょっと、いや楽しみだし、だから岡林の成長っていうのは本当になんかこうコロッと変わったね。中日がそうですね、変わった、岡林は成長した、はい、うん、魅力がある。おお、うん、はい、さあ続いてじゃあ誰行きましょう。長岡、ヤクルト、ヤクルトの、うん、はい、あのね、まあ、中村が遅れて誰を6番に入れるかっていう、ヤクルトの打線の中でキーマンは6番だっていうふうに言ってて、はい、長岡を使っていきなり4安打の活躍したよね、はい、やっぱ彼はね無駄なことがない、バッティングでもうほんとシンプル、スッとタイミング取ってパンと出すというバットを、うん、
だからそんなに大崩れするようなスランプがないバッターチームとしては一番いいそう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 タイプですよね。もうそれで結果も出てるから、はい、もう焦らなくていいよね、うんうん、で川端、はい、みたいな感じになると思う。へえ。だから首位打者候補だよ、ね、俺の中では長岡選手、うん、おえだとすると、うんまあ、今6番、うん、でも中村選手が帰ってきたりすると、まあ、だ変わってくると思うんですけどどうするんですか。難しいところだな、はい、中村バントがうまいんだよ。そうですよ、ね、長岡あんまりバントは得意じゃないんだよ、はい、だからそこら辺を習得しないと。あただ将来的にはやっぱ3番とか、まあ、鉄とか3番いるから、はいまあ、そこら辺の付近だよね。クリーンアップ近くの。なるほど、まあ、2、3、4、5だったりとか。そう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 、だからそういう意味ではすごい非凡なものを持ってる選手だよね。長岡選手、うん、いいよいいよ。確実にレギュラーになるから。もうそこが、うんうんうん、だからヤクルトのアキレス腱であったショートがね、はい、固定できない。これは固定になってくる。ただ守備をもうちょっと頑張らない。守備ですね、うんうん、ちょっと避けて、はい、取ったらゲッツーだったのに、そこからピンチが広がっちゃって、はい、大量点になった時があったんだけど、はい、だからそういうことはもうショートとしては絶対やっちゃいけない。自分がレギュラーになりたい、レギュラーを張っていくんだっていうふうに思うんだったら、そこら辺はやっぱこうちょっとしっかりしてほしいね。そうですね、課題ですね、うん、体を張ってほしい。はい、うんうん、そして一山同じく、はい、ヤクルトの、はい、いいねバッティングはいいよ、はいね、初安打タイムリー、はい、え初安打なのっていうような、うん、もう堂々たるものがあるよね。すごいです ねキャッチャーとしてもいいしね、はい、ただ小賀もいいんだよね。まあそうなんですよね、キャッチャー小賀もその阪神の立ち上がり、はい、近本、中野、盗塁を2人が走ってきたんだけど、はい、びっしり刺したからね。いやだからキャッチャーの争いっていうのがすごい、非常に非常に高い高いレベルが。そうですね、いやレベルはね群抜いてるこのキャッチャー2人って。ここにまあベテランの2人ともレギュラー候補だからね。なんかまあ嬉しい嬉しいというか、なんかどう使えばいいのか。いやいや、監督は、いやだからありがちなのは、はい、やっぱ内山がバッティングがいいだけにどっかにコンバートだとか、はい、もう可能性はなきにしてもあらずなんだけど、うん、でもやっぱキャッチャーだよなこの子は。あそこはもうキャッチャーはいいよ、コンバートするのね。うん、いいねいいね、本当に若手がいいねっていうのはいいよな。いやそうですよね、本当に活躍とか躍動してる、ね、今シーズンの始まり方ですからね。あまあね、若手いろいろ選手他にもいますけれども、まだいる、まだいますか。え高部、あ高部選手、はい、ロッテ、はい、いやバットコントロールがいいわ、まあ、それとやっぱ彼の頭の中にいろんなものがあるから、セーフティーバントもポンとやったりだとか、いろんなことができるわ、うん、で足も速いし、うん、一番バッターになるぞこの選手は。お何も、まあ、オールマイティーに、うん、将来的には俺3番打つと思うけど。あそういうタイプ。いやパンチ力もあるしね、なんですか、うん、だけど今一番打ってるけど、はい、一番バッターになるぞこのバッターは。ロッテもねルーキーだったり若手がいい選手いっぱいいますから。いやいるでしょ、はい、その中でもやっぱ頭角がポーンと出てきたのはやっぱ高部だ。だから藤原とかも良くなったり悪くなったりこういうのをこう繰り返してるけど、はい、高部は今年いいと思う。じゃあいやこのままレギュラーになっていくんじゃないかなと思う、不動の。そうなんですね、うん、ぐらいの素質を感じる、うんうん、いるよ、いますねいるよ見れば見るほどどんどん出てきますけれども、もう大丈夫ですか。西武の鈴木もいいな、一番。はいはいはい、この選手もね、西武の課題っていうのはやっぱり一番なんだ、うん、秋山が抜けてからね、はい、で若林っていうのが出てきて、うん、靭帯損傷でね離脱して、はい、だから鈴木、うん、バッティングいいんだわ。でね、西武のその打者の雰囲気って、はい、三振恐れない、とにかく振るよ、うん、はまったら怖いよ。そうですね、うん、だからオープン戦でも結果が出たように、うん、一番がこう安定するとね、はい、若林もファームでもう復帰したりとかしてるからね、はい、ただ若林は回復力がまだちょっと遅いんだって。あそうなんですね、一回走り回ったりとかしてからね、はい、だからもうちょっとずれ込むとは思うけど、うん、復帰にね。だけど鈴木と若林これがまた出てくると、はい、しっちゃかめっちゃかされるぞ。
そう、他球団がそうですね。いやだからね、うん、1、2番出てそれで3、4、5 の, あの打線につながっていくとなると、そうそう、手がつけられなくなりますね。もうあのドスコエ山川も2本ホームラン打ってるし、ね、そうですよ、いいよなんてたって首位予想ですから、そうそう、西武は今年、ね、はい、はい、なので、ね、今日はちょっと若手の、まあ本当に楽しみな選手が多いわ。多いですね。あ、多い多い。プラスここからね、また必ずや他の若手選手も出てくると、出てくるな、はい、思うので、はい、その若手選手にもちょっと注目しながら見ていきたいと思います、はい。